本日もご視聴ありがとうございます。1980年代に一世風靡した歌手で女優の中森明菜さん。表舞台から姿を消して5年以上経つ今でも、彼女を愛する多くのファンがいらっしゃいます。ここでは中森明菜さんの恋人宅での自殺未遂や謎に包まれた現在についてまとめました。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は、動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いいたします。中森明菜さんってどんな人？中森明菜さんは1965年7月13日に6人兄弟の5番目として生まれました。もともと保育士になりたいという夢がありましたが、家がとても貧しかったこともあり、お金を稼ぐためタレントになったと明かしています。そんな中森さんのデビューは、当時大人気オーディション番組だったスター誕生。今では多くのファンから愛される中森さんですが、スター誕生には何度も応募するも、なかなか出演が決まらなかったようです。ですが、そんな状況でも諦めず応募し続け、とうとうテレビ出演を果たした際には、なんと11社からのスカウトを受け、1982年にスローモーションにて歌手としてデビューします。そんな彼女のデビューを自分のことのように一番喜んでくれたのは、実のお母さんだったそうです。中森さんのお母さんもかつて歌手デビューを目指していたそうですが、その夢は叶わず。そんなかつての自分の夢を代わりに達成してくれた中森さんのことをたくさん応援し、協力してくれたようです。歌手として活躍する中森さんに、かつての自分の姿を照らし合わせていたのかもしれませんね。お母さんからの応援、自身の努力により、中森さんはここから大きく芸能界で活躍していくことになります。有名芸能人との熱愛、そして自殺未遂。デビューして間もなく、中森さんは当時タノキントリオの一人として人気を博していた近藤真彦さんと交際を始めます。お二人の交際はとても真剣なものでした。結婚を前提として、中森さんはマイホームの土地購入費用として8000万円を近藤さんに預けていたとも言われています。そんな順風満帆に見えたお二人の交際ですが、ある事件をきっかけに終わりを迎えます。それは中森さんの自殺未遂です。1989年7月、近藤さんが自宅マンションに帰宅した際、浴室内で血を流して座り込んでいる中森さんを発見します。すぐさま病院へ向かうも、左肘を大きく切った傷は血管や神経に傷がつくほどの重傷で、なんと6時間も要する大手術となりました。自殺未遂後、メディアはこぞって中森さんを取り上げましたが、中森さんは公の場に姿を現すことはなく、世間から心配の声が上がる中、ついに同年の12月31日、会見会場に姿を見せます。会見会場には大きな金屏風が用意されており、近藤さんも同席した会見だったため、当初はお二人の結婚会見ではと噂されていました。ですが、実際の会見内容は、今回の自殺未遂騒動に対する謝罪や、自身の今後の抱負を語るのみで、今後のお二人の関係や自殺未遂の理由など真意には触れることはありませんでした。実はこの会見について、近藤さんが所属するジャニーズ事務所側から、婚約会見だからと中森さんは聞かされていたそうです。
ジャニーズ事務所側は中森さんと近藤さんの交際について決着をつけさせるためこうした会見を開いたと言われています。その後、中森さんは芸能活動を再開されますが、とうとう真意に触れることなく、二人は破局、自殺未遂の本当の理由も分からずじまいでした。最愛の母の死、繰り返す入退院。自殺未遂も活動再開を果たした中森さんですが、多くの困難が待ち構えていました。1995年、誰よりも応援してくれていたお母さんの他界、家族との金銭トラブル、こうした様々な困難が押し寄せる中、中森さんは体調を崩し、2010年、活動休止を発表します。精神的なストレスが原因で、何度も入退院を繰り返していたとも言われています。うつ病、帯状疱疹、免疫低下など、様々な症状に襲われており、当時の中森さんの精神や肉体への負担は計り知れません。思えば、自殺未遂をしたあの頃から、もうすでに限界が近かったのかもしれませんね。しかし、こんな辛い状況の中、少しずつ多くのファンの期待に応え、彼女は復帰への道を歩んでいくことになります。中森さんの現在。休止発表後、中森さんは2014年の紅白歌合戦にサプライズで実に4年ぶりに公の場に姿を現しました。さらに2016年に開催したディナーショーでは実に30曲もの歌を歌い上げ、多くのファンたちを魅了しました。さらに翌年のディナーショーではモノマネを披露するなどのお茶目な一面も見せ、元気な姿でファンたちを楽しませてくれました。まだ完全復活とは言えないものの、中森さんらしくマイペースに一歩一歩歩んでいます。不定期に発行するファンクラブの会報ではファンたちの体調を心配していたり、何もできなくって本当にごめんなさいというファンを思いやった発言をしています。自分自身が辛い中でもファンを思いやれる、そんなところが中森さんが今でも多くの人から愛される一つの理由かもしれませんね。さまざまな困難を乗り越え、復帰に向けて歩んでいる中森さん。焦らずマイペースに、そしていつかまた元気な姿をテレビで見られる日が来るといいですね。皆さんはどう思われましたか？感想をぜひコメント欄に書き込んでください。これからも世間ではなかなか知られていない芸能人のエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないようぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。